す。天タープの朝です。初めての DD タープ、ね。DD タープの3メートル、3メートルのピラミッドバリー。いいね、なかなかね。うん。ステルスバリーより本当に手軽だよ、これね。早いね。うん。またこれいい、この貼り方いいもん。ステルスより天井高いもんな、これね。いいね、だからね。入り口も本当に密閉性があっていいね、これね。出るときはこの、こっからね、上げて出ればいいと思うんで、スーッといいね、この、この、プラグスプリはこの、出入り口のこの形が気にしちゃってね、僕はね。うん。で、朝はラーメンだ。もうこいつ回って、こいつちょっと、こいつ頭だから今ね、確かね。うん。こいつ頭なんで、ラーメン食って、6時半、6時ぐらい出ようかな。6時半ぐらい、6時、こん中で食って、やっぱシングルだからさ、まあ、悪は結露してますよね。これだってちょっと濡れてるね。うん。でもそれはしょうがない、シングルだから。でピラミッド型だから下に横に置けるかも。冬場はやっぱね、どうかな冬場。冬場はちっちゃい。キャステント入れてもいいかもしれないね、これね。いつもドームのさ、1500円ぐらいの。あれ、多分入ると思うんだ、あれ、ちっちゃいから。あれ、100、2メートルないからね、あれね、幅。うん、メートルないんで。幅もある、うん、これいいかもしれないね、これ。インナーテントみたいにして、冬場やるんだったらね、かさばるけどね。うん、で普通にダブルのテントよりか変わんないと思うんで、モンブルとかの登山用に。あるよね、高いの。それ、うん。そんな数は変わんないと思う。いいね。食べましょう。ラーメン。ラーメンの前に味噌汁飲もうか。ロゴスのポケットストーブ、今回は。味噌汁。あったまって国民で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 1個買おうね、1個ラーメンで1個、手軽でいいよな、これね、これ手軽でいいよ、これね、国民で1個18年だもんな、これね、1個18年。昨夜ご飯はね、食べる前に寝ちゃって、その後食べましたんで、美味しくね、寝てんのはしょうがない、この辺でまた温かい。今の季節ちょうどいいよね、ほんと。頑張ろう。ちょっと引いて。この辺だな、やっぱりな、この辺だ。この辺で。まず味噌汁飲もうか。温まりましょう。いいの切ったけど、何で全部家から持ってきたの。帰り下段で飲みながら、登山の時飲まなかったから全然。味噌汁飲みましょう。日本人は味噌汁だね。
2つのエビだろうと思った。僕としては2つあるの、2つあるんでね。1つは長芋の毛、ビットの長芋の毛で、こっちラーメン、ラーメンはメスティンで、メスティンで札幌味噌ショーダー朝ごはん味噌汁とラーメンです。ちょっと聞いてみて、これ、ちょうど450とか500ぐらいだから1分で短いから、これ1分ぐらいで、まあこれ1分ぐらい入れれば取れるんだ、これ1分ぐらい入れれば、これ1分ぐらい、行きましょうか。2つ飲みましょう、2つ入れようか、これも入れてみようか、ネジの量を入れて、早いな、やっぱ冬部だけど、冬は真っ暗だもんね、もう5時台頭でももう明るい、うん、いいね、やっぱほんとにピラミッドバリー、一番で2つしかやってないけど、まだステルスバリーとピラミッドバリーしかやったことないけど、ステルスバリーよりもこっちの方がいいな、この立つ方、うん、トレッキングポールですけど、代用できるもんね、ポールはね、この中だったね、あれ、鳥のくちばしみたいな形のあるよね、あれもいいけど、あれはね、長いポール質だからできないけどね、普通のキャンプの時ね、ポール持ってってやってもいいんだけどね、結構足りるかな、足りなかったもんね、今いっぱいあるから、ちょっと待って、蒸してないで、適当にやって、変な感じ。やっぱロボスの方がいいよな、ポケットストーブ、この台がね。いい感じ。まあ快適だよな、DD タープテント。まあ値段は、今まで買って安いテントより高いからさ、あれ。まあ、シェルターよりは安いけどさ、ね。8000円ぐらいか、これ。7、8000円か、これ。確か。3000は。8000円ぐらいかな、うん、8000円ぐらいかな、1万円しないからね、
ベルが技術式ブルーズよりかはいいかもしれない。あれポール入れるのちょっとあれ密閉してあるけどさ、あれでもインナーポールだからさ、ポール入れるとちょっとね面倒だもんね。今の気温はでも10度あるんだな、10度、うん、いい感じだな、いいね。テント泊の朝です。DD タープ。テント泊。3メートル、3メートルで。ピラミッド張り。ちょっと人少ないかもしれないけどね。そうですね。炭場回ってみたいな、これ DD タープ。この間が初めてだからね。75やる全体部でも33だったら入れると思うんですけど、ちょっと風はなかったね、この前回初めての時。いいね、小鳥のさえずりがね。いい感じだ。いい感じの朝でございます。寝袋もこれで十分。よく1000円ちょっと売ってるようだね。今思うとさ、昔、消費税値上げ前はさ、ドンツフォーテで寝袋980円だったんだよね。あの頃アウトドアやってなかったからさ、買わなかったんだけど、今思うと、あれ買いたかったな、ね、消費税、今1380円なんだよね、今。ちょっと前は980円だったんだ、あれ。僕がアウトドア始めるのは。でもあの頃、それ寝袋は必要なかったんで、買わなかったんだ。あの子買ってればなと思って980円のね、僕はあの子も興味なかったからな。今じゃそれで安いよね、ドンキホーテ1380円だもんな。あ、でもないかな、もうあれさらに値上げ増税したもんな、消費で今一番消費でだもんね、今ね 10% 結構痛いよね、スーパーでもさそれ痛いよ、ほんとね。だからちゃんと消費税、あれ税込み価格消費すると安心だよね、買うときの買い物のね、ほんとでかい消費税値上げじゃなかったから 3% でもそれもあるかもしれない、消費の落ち込みね、絶対増税、ニュースでも言ってもんならね、増税が巻き勝ってるとかってね、まあしょうがないけどさ、しょうがない。一番の景気対策でしょ、あれ増税、あれ消費税減税するのかね、バカみたいにお金配ったりさするんじゃなくてさ、コロナ対策でしょ、消費税減税でしょ、一番なんだか山行くよ。
するよね。GoTo トラベルとか意味ねえよな。旅行行ったらさ、結局地元のはいないのか、地元で買い物、お金が流れが変わっただけで全体同じだと思うさ。旅行行ったらさ、地元の生活しないからさ、そこで使えないだけだもんな。まあでも田舎はいいかもしれない、人いないからな。まあ、どっちとるか。いいね、ほんと。手軽でいいね、ほんと。もう6個あれば食べる。その、1つ使って、これで2つか。まあ6個あれば大丈夫。18円の固定燃料だったら、6足。安い安い、6足、18足で、100円ちょっとだ。うん、十分。ジョイフルの本だね、1個18円だからね、固定燃料ね。20g。30g が22円か。安いよな、あれな。でもこのタイプのポケットストーブだと30はでかいんだよね、30は。30がちょっと高さ低くするって、すぐ消えちゃうからし。25まであるんだったら、ね、このポケットストーブだったら、30がちょっとね、でかすぎる。あれ、日年とかはいいんだよ、さ、ロイブルはさ、ポリに包まれたやつなのにさ、ちょっとでかいんだよね。ポリケースみたいなの入ってるから。日年のはさ、フィルムだけだからさ、こんだけ25でも30でも小さめなんだよ、あれね。じゃあこれ、だからこの手のでも入るけどね。3本しか飲んでないよ。ここにまだいっぱいあるんだけど。3本しか飲んでない。歩けるの楽だもんな。水入れるとこは別に100円のはやっぱすぐ切れちゃうね。ちょっと入れすぎってさ、だいたいすぐ破けちゃう。ちょっと悪いもんね。まあ安いからしょうがないけどね。だいたい縫い目のとこで取れちゃうんだ。あととかさ、100円ショップのこういったアルミパックはさ、まあ使い捨てで、買わなかった。ちょっと1年って出すだけだからね。
今回往復奥多摩でもいい6時過ぎまで7時と考えて10時間で7時5時うん前ね、まあ、7時前が出ようね7時前がね3キロ取って、まあ、途中で六井市回って六井市から向こう側奥多摩湖の方に降りるかもしれないけどまあわかんないね、まあ、たまあでもまだありえないね、うん、でも早かったら六井市回ってもまた同じピストンで一回六井市山から登ってこっちで出ていつもの登山道を通って高野さんもいいかもしれないね、うん、まあ結局ね、あそこ行くじゃん歩いてもいいけどねバスならバス乗るもんなんであの奥多摩湖沿いだったらな奥多摩湖沿いだったらバスがあるからさ、それも欲しい。ちょっとこれで十分か。ネジ。もう5分かけてもいいようだからな、うん、もう香りがいいね、うん、もうブツブツ言ってきた、いただきます。日本人の味噌汁だよ。アルミだからな、アルミな。ああ、香りがいい。こんなのこっちに通しておこうか。シラカップなんかね、ロゴスのこれがあると簡単で安定していいんだよね、これ。まだ沸騰はしない。量多いからな、これな、こっちはな。500ぐらいあってさ。うん。
と白いいね、朝顔と白まだまだ沸騰しないね。ラーメン屋さんは量が少ないから安いんだけど、80g だからね、あれ札幌一番は収入あるから、多少高いんだよね。あれかな、なんとか食べそうか。
私これで食べないであります。味噌ラーメン。こんな感じ。こんな感じね。こんな感じ。曇っちゃうな。すごいか。雨降ってんのかな。わかんないね。まあしょうがないね。予報では雨になるかな。you
はい、お引き出しました。おしまい。ああ、うまかった。まず、天津じゃないか、それで。ああ、よく、いいね。ああ。でこれ今どうやな今降ってるのかな雨だな雨なしょうがないけどな4つだけ20リットルぐらいはいけるんだ。残り3本か。残り3本だね。やっぱすごいね、シングルはね、結露がね、すごいよ、結露。雨かな、雨降ってんのかな、向こうが。それがすごいな。うわ、すごい。雨降ったのかみんな、ね、少し寝るのどうかわかんないね。うんうん。あの、小鳥が鳴いてんね。
寒いな、やっぱな。寒い寒い。冬場しょうがないよな。冬場じゃないけどな。もう終わるだけどな。山は寒いよな。すぐ虫が張ってくるしな。家でも洗うから大丈夫です。大丈夫です。家で洗うからね。全部入ってるトイレゴミ、トイレ、トイレね、これね、トイレ。トイレ用に、トイレを持ってくるか。トイレ用。これこの専用の内臓ね。
もう12分か。ゴミはでかい袋に入れとこうか。でかいにまとめて。これも、ね、発泡してこれで大体全部で4本飲んでみる。3リットル分ぐらいは4リットルしとくか。これが 3.5 ぐらい軽くなってくる。今飲んだ。まあ10度ぐらい。ライトはこれ。ちょっと入れないで、タオルでちょっと拭こうかな。タオルで、タオルで。結構です、いつも。
レスにしてこちらに宣伝して、これ食べたい。一番下はこれ別取れるのはこれタープ入れますね。まあ、閉めてこうか。ステープ2本入れたから。これ1本入れこんだけだからガッツリしよう。取れるやつ。ゆっくり先で刺さって、ペーパー本当に全部刺し込んだ帰り、パンパンなんだな、これ。いい、一旦もが一番重たいからな。何て言うのか、微妙だから。これに置いておこう。うまいですね。Wi-Fi のやつも Wi-Fi のやつもこっちに入れて、なかなか Wi-Fi の方に、だから重さでも圧縮されるのが重さでできた。これで締めよう。これで、まあ、ペットボトルだからどうしてガサバっちゃうんだよな。よいしょ。ああ、すごい。
風いいんだけど、傘が増しちゃってね。まあそれで、タープとかタオルとかは下の方に下から入れますんで、こんなんで、ちょっと、で、寝ようか。全部これも全部中に下のこっから入れた。あんまり降ってなさそうだな。天高の朝、朝出てないからさ、起きてからこのままなんで、ちょっと出ようか。もう60ぐらい出てるのかな、60ぐらい。ああ、よく寝た。1時ぐらいちょうど起きたから、10時間ぐらい寝て、その前に、リコール終わる前に寝ちゃったからね、8時ぐらい寝て、4時間、5時間。まあ普段よりずいぶん寝たね。9時間ぐらい寝た。8、9時。倍ぐらい寝てる、普段の。ああ、よく寝た。でも、天体は普段より寝れる感じがする。環境の人だから。8、9時間は寝た。暗くなっちゃう、寝るからね、普段。ね、寝間は。ね。普通の家だとさ、照明がからさ、起きちゃうけどさ。寝間の中暗くなって寝たなんてね。だからよく寝れるんだよ。また歩くか、奥多摩駅まで。歩くのはそれが10時間かかんだよな、10時間。あ、今下山はもうちょっと、まあ9時、8時間ぐらいかもしれない。9時間半ぐらいかかったからね、結局。9時間半、9時間ちょっとか。今度奥多摩駅からこっち一緒にじゃなくてさ、大竹さんの方回ってきたね。大竹さんの方、奥多摩湖の下の方なんですね。あっちの方に行きたいとこいっぱいあるね。行きたいとこいっぱいある。で、全部東京都内だけど、寝ましょうか。よし。多分雨降ってないと思うよかな。降ってませんよね。すぐるぞ、そこ。今日はね、降ってはなかった、よかった、よかった。
まだ6時だからな、これから試合してんのか。おう、試合してもらえたな。重症すると、もう帰ったわけだ、もう早いんだ。いや、夏場だから死死が早いからさ。こんな感じです。いいよな、この時期もたまんないんだよさ。これが好きでなかったからね。この時期感が好きなんだよ。これいいよ。うん、あーでもいい天気だ。あー爽やかな朝、爽やかだ。あーいいね。それほどは濡れてないね。寒くても良さそうだな。やっぱ中なんだね。外はね、やっぱそうだ。やっぱその中だったんだね、靴がね。ビタビタ。やっぱ雨降んなくてよかった。今日、途中、晴れのうちで雨っぽい天気だったからね。そうかもしれないね、前は。うん、こんな感じです。テント上げ、DD タープテント上げ。これ、ね、いいよね、これ。ピラミッドバディってやつね、これ。3箇所止めて。風が入ってくるんで、一応全部止めて。でも12本でね、これで。ハサミ使わなかった。こんな感じ。こんな感じね。うん、でかいでしょ。これで一泊したんだけど。で、これずっとあれ、高野。今日も高野山頂通ってずっと、ずっと北側まで歩こう。来なくてもさそうに外ね。まあ家帰って干せば。車にでも干して。中はビタビタ。布が厚いからね、これね、タープはね、ツルツルだって。ツルツルとはペラペラだからね、あれね。うん、この手いいね、これね。これ、しまおうか。ああ、ま、手で抜こう。12本ね、12本。1本。うん、すごいよ。
たいと思うね。家帰ってもそのためにギタギタ切れますね。切れる切れる今切らない。まあ普通グローブだからね、どうしてもね。普通にさタープにやってればね、カーシーとか中どうしてもね、それなのに、無理はしませんね。ここ、いたみた。いいね、まだも水かやと。正方形だから買い勝手でいいんだけど、まあ、正方形じゃないのもあるんだけどね、水かやって。いろいろ検索したら分かってる。まあ、正方形はいいよね。やめたいね。僕は本当に手の4本しかないからさ、もう使えないんだよね。手術は多少ピラミッドよりもさ、開放的だから、そういうな、その方、この方ビチャビチャなんだけどね。ピラミッド張りは完全風だからさ、見つけさるんで、中ビチャビチャになってね。全部、まあ僕はピラミッド張りの方が気に入ったな。こっちの方が好きな、ストレス張りより。こっちの方がいいな。はい。今回も、DD の33で。一発。この手順はね、別のやつだから、これだけ一緒にいらない。ギアトップのテントにくっつけちゃって、ちょっと太さあるよね。いっぱい太さあるから。大雨じゃなかったんで、吹けば大雨って言ったら家でもこれ手で水洗いしてるだけどね、これだけでしまっちゃってたね。家でタオル割ればいいか。12本あれば足りる。全部で12だからね、アイループね。なんか細引き使う場合は、あれ、付属の、あれ使えばいいな、細引き使う場合は。風強くないとこだったらね、普通のキャンプ場とかだったら、横を全部止めなくてもいいかもしれない。
山間部と適当なところじゃなくて、山の場合はさ、夜中とか大体風強いからさ、全部止めた方がいいよ。うん、洗わなくていいで。ドロドロだったらさ、すぐ拭き取れねえからさ。ね。で、天気良かったから、それほど地面に光ってなかった。テントいくつも買ってるとね、ほんとペグ増えるよね。これはイリアトップの6000円ぐらいのやつか。その付属という。まあ、6000円ぐらいのテントだったらね、結構そこそこ。買い物は低いよね、あれ1500ぐらいの針金みたいな、針金がちょっと太い感じだから、あんなもんすぐダメだったんだ。これぐらい5、6000円のテントのだったら結構使えるよね。特に中華製のね、3000円とかのものはそうよ。3000円以下ならさ、ほんと、ペグって言っても、針金がちょっと太い感じのやつだよ。すぐしんまかった。反応がなんか使わないぐらいだよな、あれね。安いんだけどね。だから安いテント買う人は、2、3000円のね、3000円ぐらいの買う人は、ペグだけでもさ、1500円ぐらいでまとまる、こういうの売ってるからさ、買わないとね、20本ぐらい入って1000円とか2000円ぐらいで。買ったんだけどね。あ、でも今100円ショップで1本100円であるからね、10本買っても1000円か。あれでもいいな、今ね。テグはいいかもしれない。100円ショップでね、1本100円だったらベラボンに安いんだ。まあ妥当な値段だもんね。10本買って1000円ぐらいで。でも持ってるからもう買わないでほしいと思う。新しく始める人はさ、テグだったらさ、100円ショップでいいよな。もう買わないから、もう何本に打ってもらったら。よし、これです。あとつまもう、あと下、全部これ下に入るから、この下のところが。ちょっと止めるのに慣れていいですよね、クリップね、ダブルクリップ。8便の時使ったから穴開いてるのかな。山じゃないときに立ち入りのとき使ったんで穴開いてるけど、ね、うまく立ち入れないから。うん、ダブルクリップ、ダブルクリップ、ちょっと止めとくのにちょうどいいんだけどね。あと押し込んで、うん、これを使わないね。あと1分使わない。下入れとか。これで押し込みます。押し込み。録画されてる。
まあされてんね。もう片付けてます。下の上に垂れてしまった。それで朝式に一本上の方に入れたと。今日はこれで帰ります。まあ3リットル分ぐらい水分飲んでて、その分は軽くなってる。傘はあるけど、傘はあるけどね。まあこの辺を置いて、向こうは帰るから、向こうトイレ行ってこうか。トイレ行ってきます。トイレ行ってこうか。いい感じ。帰りはこっから登っていきます。みんなここでテント泊するんだね。向こうクモ取り、あれ小屋、避難小屋。見てたんか向こう。町道ですかね。ああ、着いた。ああ、でも爽やかだ。小屋。今日も同じピストンで行こうかな。奥多摩湖に出て行くもいいけど、もうやっぱこの、こっちまで。トイレ入りましょうか。じゃあこの辺で、じゃあまた。向こうずっと、7ページずっとね。トイレがあるの嬉しいよな、ここはね。ではまた。ちょっと上の方を見とくけど。一回自動的に撮れるようにと思うので。トイレ入ってる間に終わるかな。